ここで、かまいたちさんからお知らせがあります。はい、はい、昨日、はい、足の爪を切りまして小指だけ深爪をしてしまいました。痛いやつや。はい、痛いやつや。すいません。さあ、ということで今週もが違うよね。違う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 じゃん。すいません。違うよね。山口はい。力もいいよ。じゃあ、すいません。すいませんでした。今月の給料が思っていたより少なかった。あるけど。あるけどね、はい、そんな時もある。いや、自分の中で立ててた見積もりよりも少ない。ありますえ、あれ今月入るんちゃうの？え、困るわ。もう入ると思って使ってたから、うん、そう、カードの支払い足りひん違う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 よ。違うんです、ね、違う違う。もうそんな感じじゃないと俺が言うで。もうすいません、はい、すいません、申し訳ございません。うん、我々ですね、はい、二人とも、うん、ヒートテック V ネックです。おい俺もやけどえ、まだヒートテック着てんの？ヒートテック着てるよ。あと今週で卒業します。それをさらっと言わないで。バカ、もっと下手くそ、もっと言って。はい、ほんでなんで木本さんのワンタンを奪ったのびっくりしてんけど、今せっかく全く、ね、多分あれがよかって言ってそのパッケージで行こうと思ってから喋り出したからすいません、あるよ、全然気づいてなかった、ね、うん、その時聞いてこれをやりたくて全然気づいて、すいません、聞いてない、ね、びっくりしてます、うん、頑張ってさらっと言わないで、すいません。え、いつどれぐらいやってたのかまいたち？2年10ヶ月約、うん、お世話になったな。一緒にエビ中何年齢を、いやー、ほんまにここの、うん、なんていうの、席って言ったら変な言い方やけどって、うん、ほんまにちょいちょいこうやって変わるんや思って、はい、ああ、ね、うん、俺かまいたちとずーっとやっぱりやっときたかったし、うん、はい、うん、ね、なえたらまだ今でもなんとかなるんちゃうかなって、うん、小泉さんと喋ったらと思ってる、はい、はい、うん、ね、でもそれはもうなんともならんのかな。まあ、僕たちがもう割り切っちゃったんで、おいなんでそういうこと言うの、ちょっと気持ちの整理はついてない。おい、最初は嫌やったのよ、最初は嫌やったの、待って待って待って、もう、もう、いや、しゃあないなと思って気持ちの整理はついてない。待て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 、もうなんじゃそら、10分あるから早寝たいんか。いやいや、そんなことないです、そんなことないですよでも僕ら最長って聞きましたよ。そうです、いや、長かったよ、長かったです、うん、歴代最長の2年10回だから2年10ヶ月っていうことは、僕たちが東京出てきて一発目にやらせてもらってるから、うん、そうですね、そういうこと、そういうことです。何にもない時に使ってもらったっていうやつですから、そうやな、本当に、本当感謝してます。いや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 、はい、まあ、というわけでここからですね、うん、まあ、約2年10ヶ月一緒にエビチューナイアネをやってきたかまいたちさん、最後の放送ということで、はい、エビチューメンバーからお二人に聞きたいこととか、うん、相談したかったことを聞いていますので、はい、そちらをちょっと私の方から紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ではまず星野ミレ、ミレちゃん、ミレちゃんから聞きたかったこと、うん、濱家さんにです、はい、濱家さんは30代になってからある一定層に人気が出て、うん、急にモテ期来てそうって真山と話していたんですが、うん、実際はどうなのでしょうか、うん、あと今一番お気に入りの料理グッズを教えてください。最後に聞くことか大幅に違う、めちゃめちゃ最近の話してるやん、はい、モテ期来てますか、いや、そのモテ期なんて別に来てないよ、来てないの、うん、いや、でもなんか番組でアイドルのことが一緒になったりした時にめっちゃ言われてますよ、うんうん、そうなんや、濱家さんすごい人気でグループ内でとか、へー、でそういうの最初に言われるとその後濱家カッコつけて喋らなくなっちゃう、なんで、いや逆やん、喋らなかんやん、なんか番組中に滑ったりしたら嫌やから、もうそんなん言われたら喋らなくなっちゃうリスク減らそうもん、喋ってよ、カッコつけちゃうもんで、そうやねんな、うん、そうやねんな、なんかじり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 人気出てるみたいな、ちっちゃい声、ちっちゃいな声、人気のじり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 人気出てる、自覚したんだったら大きい声で言った方がいい、いや、でもこれは別にそのモテたからどうこうっていうのないから、逆に辛いよねそうね、なんだそれ、いや、だって結婚してるから、あ、そっか、そう、うん、だから別にモテようがモテまいが、うん、どうしようもないやん、そう、お尻ペロンって触らせてくれんだったらええけどさ、ないや、気持ち悪い気持ち悪いそれは、
おっぱい、ね、おっぱいもみもみってさしてくれるんやったらいいけどさ。キモい本当に。面白いね。チュー、チュー、ノノノノってさしてくれるんやったらいいけど。もう出てった方がいいよ。ごめんね、最後に。最後だよ、ほんと最後なんだよ。最後やから言えるだけ言っとこう。なんだそれ。まあ、まあ今日は許しと。あとはミレちゃん、あの、お気に入りの料理グッズを教えてくださいって。ありますか？もう完全に。クックパッド TV に生かそうとしてるそうですね、うん、多分生かそうと思ってる。そうね、何お気に入りの、お気に入りの料理グッズ、料理グッズは、うん、もう今思い出せなかった。後で多分後でまあ連絡しとくわ、言ってください、うん、最後の質問かな最後の質問がこれでした、はい、じゃあ続いて私からあの相談したかったこと、はい、お二人にです。はい、エビ中がバラエティに呼ばれるには今どうするべきですか。バラエティ出たいの、エビ中。え、出たいです。バラエティ番組、うん、やりますよ。ドッキリかけられたりとか。うん、もう私すごいやばいと思う。あ、そうなんや意外っすね、なんか、うん、本当ですか。なんかそう、バラエティ嫌なのかなって。全然みんなね、みんな、あえてあんまり出しはれへんのかなみたいなイメージは持たれてると思うで、うん、そんなことないと思うんですけど。バラエティ出す、でもだってドッキリとかかけられたらその後怒りそうだ。怒んないよねえ、何なんですかこれ、聞いてた仕事と違うんですけどじゃあやってみてくださいよ。いやね、なんでそればっか言うの、やだそういう風にビビられてるんちゃう、怒りそうやなっていうので、本当、全然、ね、バラエティ出たいんやったら全然ね。何をどうしたらいいですか。まずだから喋りをどうにかしないとですよね。喋りはできてるから、バラエティ出る気ありますって意思表明だけでいいと思う、うん、あ、意思表明をしない、うん、ツイッター、SNS で意思表明しといたら、あ、バラエティ、うん、頑張りますみたいな、出たいですみたいな、うん、宣言受け付けてます募集してますって、うん、で、ブーって最後部屋越えたら絶対来るよ仕事出せる、うん、あのメンバーで集まって、うん、せーのっつってお仕事待ってます絶対来るよ一回呼ぼってなるわじゃあちょっとそれができるように、そうそうそう、練習しときますね、みんなで、うん、楽しみにしてます、はい、じゃあ次、真山さんから聞きたかったことです、はい、山内さんにスタバをおごっていただいたときに、山内さんがギフトでいただいたスタバの電子カードを見せていただき、うんうん、見てこれ誕生日とかでもらってんねんと謎のマウントを取られました、うん、私はすごいですねとしか反応ができなくてその後気まずい空気になってしまいました。あの時の正しい回答は何だったのでしょうかいや違うやん、なんだ、見せてきたんですか。違うやん、なんかその俺ファンからこんなにもらってんねんいいんですいいんですかって言われて、うん、なんか気使われたから、いやいや俺もうめちゃめちゃもろてるからっていうつもりやってんだけど、でも確かにその後なんかお互い無言になって気まずいな、まず何のマウントやねんって思ったよな、うん、ほんでさ、うん、エビ中はさ最初、まあ、スタバとか、まあ、うん、まあまあ行ったりしてもさ、その後なんか合流するんでしょ、みんなで。あ、そうです、ここに入ってくるらしくて、はい、合流してきます。各々が入ってくるんじゃないらしいんですよ、うん、一回集合して全員でこのフロアまで来るらしくて、うん、でスタバ買った後に、うん、俺まあ普通にこのビルにね、うん、入るからエレベーターの向かいますやんか、うん、で真山もまあ向かいますやんか、うんうん、で別に一緒に行こうとかは言ってないですよ、うん、僕は、うん、普通に歩いててたらなんか途中で、あの、私たち一旦同じ場所に集まって行かないといけませんのでちょっと失礼しますなんかいや、おおおおこっちも何も言うてへんのに、全然一緒に行こうよとか言ってないからなんかもう来いよみたいな感じでやってますけど私たちはみんなで揃っていかないとダメなんで、揃っていかないといけませんので失礼しますって、ちょっと失礼しますって、うん、全然うん、面白いな、もやもスタバ怒ったのにめちゃめちゃギクシャクしますなんかこう最後までやっぱり山内と真山の関係は、うん、な、あの、そうです、スタバの、うん、距離感、無視からギクシャクしました、スタバ無視から始まる、うん、はい、じゃあ続いて小林かほさんから聞きたかったこと、はい、エビ中で好きな曲は何ですか、お二人から聞いたことがなかったので、うん、
ああなるほど。うん、でも確かにこれが一曲好きとかっていうの、なんか言われなかったですね。なんか変な題名のやつとか言うじゃないですか、適当に。なんか、まあ、23回目のサマーナイトとか、いやそれだって今書いてあるからでしょ、うん、めっちゃ見てるじゃん。この後書ける予定のやつ見てるだけや全部大好き。まあデカドンデン、本当デカドンデンかな。でもすごいデカドンデン覚えてくれてる、うん、ちょっと嬉しい。ナオミが PV に出てて、あ、うん、MV 出てて、うん、みんなでなんかポリスマンみたいな、ね、すごい、うん、本当に見てくれたの。見てる見てる、すごい見てるよ、嬉しい。濱家は？俺も全く一緒。嘘つけかぶすな。完全に一緒。なんか違う。ナオミが PV 入れてるやつ、ね、そこまで一緒なの。ナオミ何してた？ MV 上でナオミは何してた？両手に肉まん持って食べてた全然違います。ないの？あのあれやな、どれあれやんか言って。そんなもういいな、そんな。え、そんないいな。一個一個だけでいいですよ。一個言えばいいよ。ラブマシーンモーニング娘。ラブマシーンのあのモーニング、ウォーウォーウォーのとこが仮契契約のシンデレラとかね。おお、え、あ、出てくるやん、ね、すごい出てくる。僕聞いてる、うん、出てくる。浜正規社員の白雪姫なんだそれ。仮契約のシンデレラみたいな安泰だよね。これから安泰です。白雪姫もうちゃんと聞いてない ね、うん、聞いてます聞いてます。 でも PV をもらったやんか。 PV っていうかあの、うん、アルバムとか、うん、そう、うん、アルバムかけてんだ家で。本当？ほんまほんま。その中で言ってくれたらよかった、うん、嬉しいな。俺やっぱそのタイトルとか歌詞とかで音楽見てないから。何で見てんの？何で見てんの？なんか音入ってくるかどうか。なんか最近の歌手の方でこう歌詞とかに引っ張られすぎてて、うん、純粋な音で聞きたい。一番グッときた音は。そうそうそう、エビチューンの音、そのアルバムの中で。何が来たの？なんかシャーンみたいな。どれやねん。どれ。どれやねん。もうシャーン。まあそんな皆まで言わすなっていうことかな。シャーン。なんか最後に変な感じになってもたな。いや、じゃあなたが変なこと言って。そうだよ。うん、じゃあとでちゃんとじゃあ教えてください。踏ん張ってる途中かな。うんこ決まってる途中やったな。全然そんな歌ない。頑張ってる途中はあるんだ。頑張ってる途中や。そうです。踏ん張ってる途中。途中ね。じゃあちょっと最後、はい、とりあえず一旦最後の、うん、中山莉子さんから、うん、今このタイミングで聞くことじゃないんですけど、うん、最近の平均睡眠時間は何時間ですか？今このタイミングで聞くことちゃうやろなんか以前ラジオでエビ中のリハーサルが遅くまでやってて家に帰ったらあの12時過ぎてたと話したら、うん、濱家さんがボソッとでも12時かとつぶやいていたので、その日からずっとかまいたちさんのスケジュールが気になっていました。ははははなんか俺ちょっとマウント取ってるやん。またマウントリコに、でも絶対お忙しいから少ないですよね。いやでも仕事で寝れないっていうようなのはしてないのよ、うん、あ夜遅いのとかは入ってないし、うん、朝早いのとか、うん、今んとこないから。おいや基本的には俺は7時間、あめっちゃ寝てんの。ちょっと、ね、寝れてますね。何時ぐらい寝んのいつも。まあ、帰るのが23時か24時、うん、が平均ぐらいになると思うんですけど、うんうん、僕帰ってお風呂入ってすぐ寝るんで、うん、1時とか1時半まででも寝てますね。もうでも7時間言うてめっちゃ寝てるやん濱家。はい、僕は家帰って、まあ、大体ほんま23時24時ぐらいやん、うんうん、いつも。でまあ、大体でもそんなすぐ寝れないから、うん、2時半とか3時ぐらいに寝ますね。結構さ、ほんならさ押さえとかなあかん番組とか見たい番組あるやん。全然見れてないです最近。だからやっぱりな、うん、だからその問題はあるよね、はい、ちょっと見ようかな思うんですけどもう眠たなってきて、うん、でも2時半3時ぐらい寝て、でうちの娘が今子供ってめっちゃ同じ時間に起きんねん、うんうん、だ6時50分に毎回起きんねん、だから4時間ぐらいかな、ね、寝て4時間ぐらい 4,5 時間かな今は。少ない、ね、うん、ほんならそのスタジオ収録の V 見てるとき眠なったりとかないの？あります。ないよな。ないですないよね。ないかないか、そっかそっか。あのただただ目を開けてるだけの時映像がもう入ってきてない目開いててちょっと口はにかんでそうそう、でも何にももう映像が見えてないのよ。ただ目は開いてるっていう。何も衝撃映像やのに衝撃映像
確かに飛行機墜落しそうやのにワンちゃん見てるみたいな顔してる表情合ってないんだ。合ってない時ある、うん、はい、ではちょっと一旦質問はここで止めて、はい、曲を聴いてもらいたいと思います、はい、曲は私立恵比寿中学で23回目のサマーナイト。恵比寿なんやねん。番組では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはエビアットマーク MBS1179.com です。それでは最後にもう一つ、メンバーからですね、かまいたちさん、メッセージや、はい、まあ、最後に言いたいこと、うん、一言が届いているので紹介していきたいと思います。はい、なんか急に寂しくなってきたね。やだはい、じゃあまずミレイちゃんからメッセージです。はい、かまいたちのお二人とこうしてなんやねんでお仕事を一緒にさせていただけて本当に本当に楽しかったです、うん、お忙しい中エビ中のことも気にかけてくださったり他の現場でお会いした時もお兄ちゃんのように接してくださってすごく嬉しかったです。番組は卒業してもこれからもエビ中のお兄ちゃんでいてください、うん、ありがとうございます。メッセージです。 ね、お兄ちゃん確かになんかね妹感はありますよねやっぱね、うんうんうん、クックパッドライブでよく会いました。会いましたね。あそう、なるほど。なんか楽屋とかもバーッと来てくれるんですよ、ミレイちゃんも、うんうん、それも嬉しかったですね、うんうん、なんかね、よかった、はいはい、では続いて真山さんからです、うん、最終的に心開き度 85% までいっていたので山内さんからおすすめの漫画を教えていただいたり濱家さんの自己紹介の合いの手がもう聞けなくなると思うと本当に寂しいです。本当にありがとうございました、うん、はい、かまいがちが24時枠になってもエビ中のことを忘れないでくださいね。ずっと言えなかったのですが毎週見ています。85なんやまだはい、85らしいです。そうか、まあ、真山の85はすごいということで、そうだね、結構っていいですかね。だいぶ開いてますね。そうか、85あるように見えなかったです。僕は体感は、うん、体感まで40ぐらいです。一応あれでも85は、ね、はい、開いていたので。よかったよかった、うん、はい、それでは、続いて中山莉子、うん、まあ、メッセージというより最後に物申しておきたいことです、うん、メンバー全員が思っていることだと思います、うん、かまいたちさん卒業は寂しいけど山内さんにラジオ中じっと見られる恐怖はなくなるんだと安心しました。目線には気をつけてください。ちょっと待ってください。あの子はリッタンは心開き度40やから。いや全然開いてないや、うん、怖かったねリッタン、うん、恐怖なくなるんだと安心してるみたいで、うん、怖かったね。普通お便り自分の読まれてるときこっち見てるやん、うん、今日ブースの外いるけど、うん、それすらなかったから、ね。でもさ、もう来週からさ、次からもう逆に見られること全くなくなんねやって考えたらちょっと寂しい。全然全然だ。全然そんなにほんまに怖かったんや。そんなに怖かったんだ。はい、では続いて小林加穂からメッセージです、はいはい、短い間でしたがありがとうございました、うん、とても優しくて面白かったです。体調には気をつけてください。エビ中のこと忘れないでくださいね、うん、無難ですね。ほら、もっと変なこと言うのかなと思って。そういう、はい、そういうブロックじゃないのよ。校長が代筆したんじゃないですか。アンケート投げたけど返ってけへんかったから校長が代筆したんじゃないですか。かおちゃんじゃないのかな。はい、うん、では、はい、最後、うん、私からメッセージです。はい、あ、ちょっと嫌ね。はい。約3年間本当にお世話になりました、はい、あ、もう嫌だ本当に。早っ早っもう、約3年間本当にお世話になります。全涙で字が見えない。ほんま涙ボトボト落ちてるやん。早っもう嫌だ本当に。寂しいの。寂しいのもう本当に。嫌嫌なの。嫌なの本当に。早いな。本当にもう、はい、約3年間本当にお世話になりました、はい、私は
グループの中でいじられるキャラでもなく、なぜか周りからもあまりいじってはいけないみたいな立ち位置にいることが多くて、でも本当はそんなことないし、私自身面白いことが大好きなのでウェルカムだったのですが、今まで本当になかなかありませんでした。だけどお二人は容赦なくいじってくれたり面白くしてくださって素直に嬉しかったです。あとご一緒する前からコントや漫才を見させていただいていたので、一緒にラジオやらせていただけることが本当に嬉しかったです。うん、宇宙ファミリーからも木本さん、かまいたちさんと絡んでいる日向が一番面白いという声をたくさんいただいていたので本当に寂しいですが、またどこかで一緒にお仕事できるように頑張ります。本当にお世話になりました。色白メーバーチルデブでした。色白メーバーチルデブ、シックスパックつけながら読んでた。ってなってたけど、本当にいじられる立場じゃなかったよ。でもいじっていじってって言いにくいしな、自分から言いにくいし、うんうん、そっから3年で色白目パッチリリブまで行った。そうなんです。だからなんか行き過ぎやねんけど。私は嬉しかったんですよ。いや嬉しいね。いやいや本当にありがとうございました。ね、いやいやいや。スタバにいたね。ね、やっぱりかまいたちが一番長かったから。そうですね。本当に。ね。ね、こんなになんか心を安心できたのがなかったから。なかったよな。ありがとうございました。もう天竺ネズミは嫌で嫌でしょうがない。天竺の時は泣いてないんですか。僕泣いてないね。天竺の時は泣いてない。嫌だったんだよ。ノンスタさんも嫌で嫌でしょうがなかった。泣いてなかったんだ。いやいや嬉しいね。あの逆に、うん、はいはい、かわいたちさんからエビチューなんかあります。あ、僕らからエビチューになんか、あ、聞き取れないね。三輪明宏さんみたいになってるから。かわいたちかわいたち0120だけ言うてもらう。なんか、ね、いやいや、もしあれば本当に我々も楽しくさせてもらいましたしね、はい、エビチューね、メンバーそうですし、うん、うん、安本ちゃんもねちょっと最後の方は会えなかったけども、うん、はい、楽しくできましたよね。でやっぱり、うんうん、東京来て一発目からやらせてもらったから、なんか我々もこうスタジオとかメンバーにもそうですけど、東京にも馴染めてなかったんですけど、うんうん、東京にねこう来させてもらって、うん、こんな楽しく仕事最初からやらせてもらったんで、それは本当に感謝してますし、はい、スタッフさんもね本当、僕が途中でうんこ行ったりとかもほんまに温かい目で見守ってくださって本当ありがとうございます。もうでも先変えること多いけど、まあ、でもやっぱりみんな言うてんで、あれはやっぱり。やっぱり言うて、あれはな、あの、なんやねんと、なんやねんみたいなのがやっぱあるよね。濱家なんやねん。なんやねん。いやいや、まあまあ、うん、本当に申し訳なかったなと思いますが、でも楽しくやらせていただきましたね。はい、ね、エビ中、またね、別のラジオ以外でも一緒になるかもしれないですし、そうね、バラエティも進出しようとしてるということは、はい、一緒になると思いますし、エビ中と知り合いましたし、あの木本さんとはこのラジオで、そうよ、本当そうやね、それまでほとんどまともに喋ったことなかったもんね、はい、木本さんとほんま全然接点なかったですし、接点持ちたいとも思ってなかった。おい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 、俺が強く言うわ。おい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 、このラジオのおかげです。わかるけどやな。わかんのかよお前。終わってからあのマジでちょっと喋るから時間を残してください。こういう感じでね、木本さんいじらせてもらえるようになったっていう。そうですよ、ありがとうございます、ね、やっぱりでもラジオで絡むって特別やもんな。そうですね、なんかテレビで絡むのももちろん大事じゃねんけど、ラジオで絡むっていうのはちょっとやっぱり独特の関係ができるから、だからこのラジオ聞いてたリスナーの人たちも当然独特の距離感ができたと思うんでね、次は他の現場でな、エビチュー会いたいよな、会いたいです、うん、その時にあの他のタレントさんよりもな、うん、私たちの方に、うん、おー久しぶりみたいなのがあったらさ嬉しいや、うん、ちゃんとやってね。色白目しょぼしょぼデブになってるわ。あ、ごめんなさい、はい、もうねエンディングみたい。はい、エンディングして、はい、ね、エンディング曲は私立恵比寿学水田村パンでイエローライトです。はい、
告知です。塩川これ、これがもう塩川頑張る。ただいま私立恵比寿中学ベストアットザモーメントシリーズ6ボイシーズツアーを開催中です。寂しいなこれから会われへんってなったら。もうやめて、ほんとね怒る。2021年4月30日金曜日パシフィコ横浜国立大ホールにて18時半から開催いたします。チケットありがたいことにソールドアウトです、はい、最後ツアーも千秋楽なので楽しみます。チケットなどの詳細はホームページをチェックしてください。はい、終わっちゃう。はい、ありがとうございました。花束、あらま、花束ありがとう。大丈夫大丈夫。え、なんでよ。もらってもらってよ。大体わかる、大体わかる。オッケー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 、大丈夫大丈夫。なんで、うん、もらって、はい、はい、ありがとう。3年間ありがとうございました。スタッフさんも皆さんありがとうございます。3年間ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、頑張ろうね、木本さん、これから。頑張ろう、夏に誰来んねえのな、この時期は。次誰やろな。な誰来んねえの。知ってる？かまいたち誰か。いやいや、知らないです。あ、知らんねえ。俺はもう聞いてんねんけど。聞いてるよ、ね。あ、そうなんや。うんうんうん。今のところ、仲良くなれる気があんましないんやけど。ちょっとドキドキしてる。誰やろ。喋ったことないから、うん。だからちょっと楽しみやな。頑張ります。うん。なんかあった、なんかたまに言うて来てくれる。あ、なんかあったら、なんかあったら、なんかあったらね、うん、なんかない限り言うてこんと。なんでよ、いいじゃん。なんかない限りおても喋りかけてくる。なんですぐ喋りかけるからね。本当に。はい、というわけで、お別れのお時間となりました。ここまでの相手は柏木ひなさと、かまいたち濱家と、山内と、寂しいな。おじさんだけ。また来週。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来週からも聞いてください。